ステファのタッコには、イタリア出身の元同国代表の元サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。ユベントスの黄金期には、世界でもトップクラスの GK と考えられた選手であった。1983年から1992年まで、ユベントス FC に所属。ディノゾフ後の正 GK として、プラティニラと共に黄金期を支えた。加入後すぐに、 レギュラーの座を獲得、1983から84年シーズンのスクデットや、1983から84シーズンのカップビィーナーズカップ、1984から85年の UEFA チャンピオンズカップなどのタイトル獲得に貢献、特に1985年のトヨタカップ、アルヘンチノスジュニアーズ戦では、PK 戦において相手選手の2本のシュートを止めて、 優勝に貢献、1991から92シーズンまで、政治系として在籍した。1992シーズンからジェノアで年から3シーズンプレイ、ジェノア時代の1994の95シーズンには、日本の三浦和義とチームメイトであったが、1994から95シーズン途中に現役を引退した。また、日本のチームからのオファーを受けたが、 家庭の事情で遺跡を断念した。ユベントスレジェンドの一員として2016年に来日した。1987年から1991年までイタリア代表でプレーし、1988年のユーロ、1990年のイタリアワールドカップに参加したが、ガリ、ゼンガラが同時期にいたため、控えに回ることが多く、出場7試合と少ない。 当時イタリアのメディア、ファンの間で代表の政治意見は前ががいいか、タッコーがいいかという大きな論争が続いたことがあった。ありがとうございます。